やったね。今日は火曜日。やばい、目めっちゃ痛い。こんばんは。明日は、あれ久しぶりの通常公演。最近ずっと生誕祭だったよね。久しぶりの通常公演なのでは。皆さん当たってますか、明日の公演。キャンセル待ち。入れるといいね。お、そこ見れ行きます。そう、室長公演もあるからね。劇場今月もたくさん、結構出たよね公演。今月結構出た気がします。でも生誕祭が多かったからみんな当たってた方は少なかったのかな。パーチョさんありがとうございます。出張外れた。マジ愛しさを丸めてね。愛しさを丸めて、なんか前回めっちゃ褒めてもらえたから今回はどうでしょうか。頑張ります。出場なんだろうかってくれたら、でも出場です。なんでだろう、そんなに当たらないのかな。公演楽しいから来月5月もたくさん出れたらいいな。でもどうだろう、忙しくなりそうな予感もするから、もしかしたら減っちゃうかもしれないけど、出られたらいいなと思ってます。やば、アイライン全部取れてるメイクのメイクさ崩れててやばい。ファミあるでしょ。でもファミくらいか、そんな忙しくないか。鏡変えました。鏡2個使ってる。1個 3CE の前使ってたやつはもともとちゃんと手鏡使ってて、でもこれも使ってる。でも大きい鏡は変えた。1個ね、もう汚くなっちゃったから変えました。そろそろ韓国ファンミの話でもしましょうかね。ちょっと待って、今さポーチのリボンがさ崩れちゃってね、ガタガタ、こっちだけない。こういうの気になっちゃうタイプなんですよね私。こういうの一回気になったらもう直すまで気済まなくなっちゃうタイプなんですけど、誰か急いで直してくれる人いないかな。一回やり直す。ああ、
玉結びになった。最悪だ。これはもう治らない。時間がかかってしまうから頑張って諦めるしかないのか。玉結び A 型です。そう、 A 型だから変なところ几帳面なんです。こういうところとか。あ、ムンさん、韓国語でコメントありがとうございます。じゃあ韓国ファンミの話しようかな。韓国のファンの方も来てくださったので、ちょっとこれだけも、これも気になる、前髪も気になる、もうダメだ、気になることが多すぎる。そろそろ話しますかね。韓国覚えたよ、ちょっとだけ。ちょっとだけ韓国語はちょっとだけ覚えました。こまおよ、合ってる、ありがとうみたいな、嬉しいみたいな感じだった、合ってるかな。こまおよ、あれ合ってるかな、こんな感じだった気がする。とさらんへよと、自己紹介の時にもう一個話したんだよな。あ、おっぱオンにも思いました。おっぱオンに、笑ってる韓国のファンの方が。なんで笑うの、合ってるでしょ、合ってるでしょ。オンニがお姉ちゃんだった気がする。でオパがお兄ちゃん。ってなんだっけ、チョア、チョアみたいなじゃなかったっけ、なんだっけ。あれそんな感じじゃ。違うっけ。たくさんビヨット食べましたか。2個食べたけど売ってなくて、売り切ればっかりで買えなかったんです。2個もっと食べる予定だったんですけど、あんまり。チョアへ、チョアだった気がする。上手だね。ねえ、絶対思ってない。上手だねって韓国の話し方。絶対上手じゃない時の話し方だもん。そのチョア。ということで、お土産紹介をしたいと思います。お土産いっぱい買ったんだよ。あ、でもバッグとか、あとね、キー。鍵につけるキーホルダーとかも買ったんだけど、キーホルダーうん、その名の通りキーホルダー、鍵をつけるキーホルダーも買ったんだけど、それはちょっと見せない。お菓子の紹介だけするね。パックとかも買ったわ。でもパックとかはでもしまっちゃった。でね、まず私が一番、韓国のお菓子で一番好きなお菓子紹介します。いきます。でね、これインスタでも紹介したんですけど、まあなんて読むのかわかんないんですけど、 HBFAF ハブ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 
て読むのこれ。これなんて読むんですかね。ハポハフ。ちょっと読めないんですけど。これなんて読むんですかね。ハポハフみたいな書いてる。これ読めない。あ、ごめんなさい、もう食べちゃってるんです。そうだから食べちゃうから先にこの配信をしたかったんです。これなんて読むんですか。これ HBAF なんて読むんでしょうか。ハポハポ。ハニー、あ、略してそういうこと。ハニーカッシューナッツの略だ。ハニーカシューナッツの略らしいです。本当に？ハニーバターカシューナッツの略で、ハバフではないですけど、私はこれを買いました。でね、私が買った味はティラミスとクッキー&クリームとハニーバターを買った、ハニーバターを買ったんですけど、私これだけカシューナッツで、それ以外はピーナッツを買いました。あ、じゃあピーナッツじゃない、アーモンド、アーモンドを買いました。でもね、このピーナッツが美味しすぎました。私この3つ全部大好きなんですけど、これね、これ全部どの味も美味しいんですけど、一番美味し好きだったのはこれでした。まずね、私カシューナッツが大好きだから、カシューナッツっていうだけでまず美味しいんですよ。でハニーバターカシューナッツ、もうこの味もめっちゃ美味しくて、これが一番減り早い、もうない、多分もうない。これが私は一番好きでした。でね、これとこれも美味しかったです。これとこれどっちも美味しいし、あとね、ナッツだけじゃなくてチョコみたいになってるの。え、ちょっと食べていい？こんな感じでね、ナッツっていうよりはもうチョコなんですよ。これがね、おいしい。今度の大きいの、めっちゃ大きいんですよ。美味しい。今度韓国行くときは絶対この3つを全部3袋ずつ買って帰るって決めました。アーモンドチョコです。うん、近いのはアーモンドチョコ。ぐらいマジで美味しい。もうお土産これ全部、もうこれでいいっていうぐらい全部美味しかった。まず1個目の紹介。次もね、同じ種類、あ、全部ね、ちなみにね、1個ずつっていうか普通に食べちゃってるから全部ね、あの袋開いてる。全部開いてるんですけど許してください。だって我慢できないもんね。まあ、水島姉が我慢できるわけがなく食べてしまいました。次、まあこれも読めないんですけど、これ、いやー、これを買いました。なんか魚のお菓子、魚のお菓子です。なんて書いてるのかはわからないです。でもこれ結構前に流行りましたよね。結構私が高校生、中学生ぐらいの時に流行ってなかったかな。でもうそれぐらいの時はずっと食べてみたいなと思ってたんですよ。もちもちたい焼きだって、かわいい。もうその名の通りめっちゃもちもちたい焼きなんですけど、一個がね、一個一個がまずね、大きいの。プンオパン、プンオパンって言うんだって。でもめっちゃ大きいんですよこれ。これめっちゃ大きくて、でその名の通りめちゃくちゃもちもちなんですけど、めっちゃ美味しい。こっちがホットク味だった気がする。はちみつとちょっとちっちゃいナッツみたいなのが入ってるのかな。多分ホットク味だよね。
あんこは入ってない気がする。これはちみつとナッツとって感じかな、の味です。こっちはでもこっちはチョコと、チョコと白いやつは何だろう、マシュマロかお餅か生クリームですちょっとわかんないんですけど、でもチョコ味。これはこれめっちゃ美味しい、てか全部美味しかった。これあこれめっちゃ美味しいです、てか全部美味しい。そうでもこれはね、日本でいう何に近い感じなんだろう、近いものあるかな、ないかも、ないです。日本でいう近いものはないです。これなので韓国ならではのお菓子っていう感じ。次チョコパイではない、カントリーマームでもない、一個一個大きいよ。ちょっとこれは食べないけど、だってここからここまでちゃんとぎっしり詰まってる。ここからここだよ、手のちゃんと大きいの、めっちゃ大きいの一個が、もうなんかこれくらいだからね、食べ応えがある。一個で結構ね食べ応えがある。次これ、こっちがチョコパイっぽい。私はキリのチーズクリームチーズのやつを買ったんですけど、これもなんて書いてるかわかんないけど、これはチョコパイみたいな感じです。これはもうチョコパイ、日本でいうチョコパイですの味が違うバージョンみたいな感じだって。ロッテだもん、本当だ、ロッテだ、ロッテだから同じ会社なの。でもめっちゃ美味しい。これも大きい一個一個。あ、サマープラダさんありがとう。プラデ、パラデさんか、あれ合ってる、プラダさんって呼んでた、ごめんなさい、パラデさんかごめんなさい、ありがとう。でもわかるよ、ちゃんと名前間違えちゃったけどわかるよ、ありがとう。あれね、ツイート X でポストしてくれてた、わかります、ありがとう。これも美味しいです、かわいい。韓国語ってパレードサマーパレードさんでしたごめんなさい、でももう覚えたから大丈夫、もう覚えたから大丈夫って、多分ね顔もわかる、お顔もわかります。韓国のさ文字って可愛いよね、だからさ街並みがさ可愛かった。なんか看板とかが一つ一つが可愛く見えて、写真いっぱい撮っちゃいました、街並みの。これはまあ安定に美味しいチーズの味。でもねこれもちもちしてた気がする、確かもちもちしてた気がします。ちょっとお餅っぽい感じでした。次もちょっと似てるけどまたちょっと違う。これはクッキー、お餅クッキーみたいな感じでした。お餅クッキー、うん、めっちゃもちもち、もうこっちよりももちもちでした。お餅パイと書いてあります。お餅パイだって、だってすごいもちもちだったもん。これめっちゃもちもちしてた。なんかこのもうこの白いところがもうもちでした。美味しかった。焼くか、こうか、うん、焼くか、
カントリーマームをもちもちさせた感じですね。もちもちチョコチップ、その名の通りです。もちもちチョコチップでした。でも本当に想像以上にもちもちだった。なんかもうちょっともちもち感少なくてサクサク系かなと思ってたんですけど、想像以上にもちもちでした。美味しかった。これも全部開いてる、全部開いてよ。あと多分これはお金を使い切りたかったから、あの両替お金買えたやつ使い切りたかったから、多分これ日本でも売ってるんですけど、これも買いました。まあこれは日本で売ってるブラウニー、これはお金合わせて買いました。あとねコンビニもいっぱい買ったんですけど、全部食べかけだよ。え、これ昔韓国にしかなかったんだ。でも多分人気でさ日本にも出てきたのかな。え、これ私実はまだ食べたことないんですけど、これだけね開いてないんですけど、でもこれ好きな YouTuber さんがめっちゃ美味しいって紹介してて、いつだ、それもね中学校か高校生ぐらいの時に紹介してて、ずっと気になってたから食べるの楽しみです。で待って、まだねあっちにね入ってるんだけど、これと同じ、これの青りんごも買ったんですけど、コンビニではこれ買いました。なんか韓国のハイチュウみたいな感じのやつ。これも読めないんですけど多分韓国のハイチュウです。これ食べてないまだ。これはあのね私お菓子を1個必ず持ち歩くようにしてるんですけど、お仕事とか行くときそのポーチに入れようって思って、お菓子ポーチに入れるために買いました。お家用ではなくてちゃんとあのあれです、外出先用。マイチューって読むの。これでもめっちゃ美味しそう。あのねグミも買ったんですよ、韓国のグミも買ったんですけど、めっちゃ美味しかったから絶対これも美味しい。これのもう一個青リンゴを今持ち運んでて、でもまだ食べてない青リンゴも買いました。食べ物はねこんな感じかな。あ、韓国海苔はもらいました。韓国海苔これはいただきました。大好き韓国海苔。こんな感じ食べ物。あとはお姉ちゃんにピヨットビヨットっていうヨーグルトも買ってきたんですけど、私は現地で2個食べて、本当はもっと持って帰りたかったんだけど売ってなかったの、人気だったから売ってなくて買えなくて、私は2個現地で食べて1個お姉ちゃんに持って帰ってきました。めっちゃ美味しかったよ。みんな絶対食べてほしい。あれはあれは絶対食べた方がいい。あれねヨーグルト史上最高に美味しいです。食べてみてください、いつか。よいしょ、ちょっと待って次物持ってくる。よいしょ、ちょ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 、パック見える、いた、ここだ。ちょっと待ってもうパックね閉まっちゃった。これとこれ買った。パックしか買わなかったっけ。パックしか買わなかったかも。あとバッグ、あ、ちょっと鍵は見せられない。こんなもんか。私お菓子ばっかり買って物あんまり買ってないんだよね。よいしょ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 、いた、ただいま。あ、ジョータさんありがとうございます、ありがとうございます。では紹介いたしましょう。パックは3種類買いました。ずれすぎだよ。まず一つ目、これとこれは同じ種類なんですけど、あれ何用と何用で買ったんだったっけ。
ゆきと調べて買った調べて買ってこれを買いました。このパックか忘れちゃった何が何だったっけ、効果があるんですよ、忘れちゃった。こっちが日焼けした時用だ、多分こっちが日焼けした時です。日焼けした時に使う時のパックです。多分美白になるやつとか日焼けを抑えてくれるやつが4だった気がする。そう、小さいアイスパックだから、これは日焼けした時に日焼けを抑えてくれるパック。オペラさんありがとうございます。チチ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 、そう SOS って書いてる。そうこれ、そうこれ、そうです、日焼けを抑えてくれる。だから、うん、外でのロケやった日とか日焼け止め塗り直せなかった日、その外でのロケで全然日焼け止め塗り直せなかったよって時に使おうと思って、これは箱で買いました。これ大切、これからの時期で。確かね、確かね、これは毛穴だったかな、毛穴引き締め効果だったかなって感じ。3番これなんて書いてますか、なんかそんな感じだった気がするんですけど、多分そう合ってるはず、毛穴引き締め効果パックです。これは引き締めで合ってるよ。そう、じゃあ毛穴引き締め用の効果のパックなんですけど、これは顔のピーリングとかした時に開いたままだと良くないので、これを使おうと思いました、使おうと思いました、使おうと思って帰ってきました。うるちゃんありがとう。そう、この3番は毛穴引き締め用パックです。この多分2つのシリーズはめっちゃ数字があって、数字によって用途、使う用途とか効果の用途が違ったので、多分その人それぞれに合ったやつを選んだらいいかなって思います。私は4と3が気になったので4と3を買いました。パックはこのやつと、もう一つは私乾燥肌な気がするので、乾燥肌か混合肌な気がする、今日多分乾燥肌な気がしたので、冬とかめっちゃ乾燥するんですよ。だからこれは乾燥肌用のパックなんですけど、これは日本にも売ってました日本に売ってたのを今日見つけちゃいました。まあでもきっと日本より安く買えたんだと思う、だって調べたら出てきたから。これは乾燥肌の人が使ったらいいと思います。でもまだ使ってないから効果わかんないけど、でも絶対にいいと思う、調べて出てきたから。これは乾燥肌用の男性もパックする必要あると思います。私はねしていいと思う、ってか全然むしろめっちゃしてる人いいなと思いますよ。男性もねお肌はお手入れしていきましょうみんな年を取りますからね。あ、そうそうそう、みんなで綺麗になっていきましょう。みんなでスキンケアを頑張って綺麗になっていきましょう。ということで私と同じパックをぜひ気になった方は買ってみてください。多分日焼けとかするのかな、みんな。これとこれぜひ使ってみてね。ということで。あとはね、あとねこれ
このパック全部買ったのはオリーブヤングっていう韓国の有名なお店で買ったんですけど、たけさんありがとう、くまありがとう。オリーブヤングでもう一個ね、これ合ってるよね、これ見せて大丈夫なやつだよね、ちょっとさ分からないで買ったんですよね、ちなみに。あ、合ってる合ってる、ででん、可愛くない、これはみきちゃんありがとう、あ、韓国語で読めない、くまありがとう。これ可愛いでしょ、これはちょっとパックを買って並んでる時に見つけて買うって思って買ったんですけど、これウェットティッシュです、可愛い。あ、ピーチ、あ、ピーチって知ってる、なんか韓国で有名なキャラクターなんですけど、あ、ピーチのウェットティッシュ、これもう一個買えばよかった、てかもう一個と言わずにあと2個ぐらい買えばよかったね、あと4個ぐらい買えばよかったなって今思ってるんですけど、ピーチのウェットティッシュを買いました、可愛すぎる。こいつ以外にも別のこのアピーチのキャラクターたくさんいたんですよ、いたので全部可愛かったけど私アピーチにしました可愛い、これも買いました。あとは韓国のダイソーに行きました。韓国のダイソーってねキャラクターものとかが多いんですけど、私の好きなキャラクターを買ってきました、最近ね好きなのキャラクターなんだと思いますか、ででん、答え早いよって言われそう、ケアベア、ケアベアグッズがたくさん売ってて、もう一個ポーチ欲しいのあったんですけど、ダイソーでやばくない、これがダイソーだよ、まあ、300円だったんですけど、こういう可愛いキャラクターもののグッズがたくさん売ってて、だから絶対韓国行ったらダイソーに行くって決めてたんです。可愛いでしょケアベア、ケアベアは水色推しです。やばいベタベタするあのねこれ買いました、これはお菓子ポーチにしようと思って、お菓子ポーチ、いやーもう汚れた、お菓子が散乱中せっかくやらかしてしまった、もう汚しちゃったよ、あとで穴を原因は分かってるんです、こいつ、これもさっきのお菓子のところ、これのところのちっちゃいやつなんですけど、これはパチパチするやつ、パチパチするアーモンドのやつなんですけど、これを入れてたら汚れちゃいました。あとこの中にはこのウェッティと、あ、出た青リンゴ、これ入れてます、今は、今はこのお菓子いっぱい入れてる、そんな感じ、やばいベタベタするベタベタするんですけど、そう、それを今この韓国で買ったポーチに入れてます、マジ可愛い、これマジお気に入り、可愛くない、モコモコしてる素材もちゃんとね、モコモコしてていい、いい素材、ちょっとベタベタするなちょっとベタベタする、ちょっとさ、でも時間がないから、時間がないから次の紹介しよう、バッグも買いました、ちょっとここが危険、大丈夫かな、これはミニブランドって書いてた気がするけど、なんかインスタで出てきたから多分有名なお店なんですけど、めっちゃそのミニブランドっていう、服屋さんがめちゃくちゃ安いの、すごい安かった、レッスン着にできそうなズボンが500円ぐらいで売ってて、それに惹かれて入ったんですけど、レッスン着は買わずにこのバッグを買ってきました、可愛くない、これこういう形のさバッグ欲しかったんですよ、ここでこうやってちっちゃいやつ、今流行ってるよねこういう形、こういう形のバッグ欲しいなと思ってずっと探してたんだけど、
買えなかった、ちょっと買えてなくて、だから買いました。2000円くらいでした。かわいい。早くこれでお出かけしたい。これとデニムのこれのバッグもあって、デニムも可愛かったんですけど殴られた。黒にしました。ユキにどっちがいいかなーって、黒とデニムどっちがいいかなーって言ったら黒って言ってたから黒にしました。デニムも可愛かった。可愛い。これお気に入り。2000円ぐらいバッグも買いました。でもお洋服は買ってないんですよね。買いたかったんだけど時間がなくて買えなかったです。以上。あとはキーホルダーも買ったけど、キーホルダーはちょっと見せないかな。ちょっと反射して危なさそうなんですけど、でも見せたい。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いからちょっと見せたいんですけど、見せようかな。見せようかな。見せちゃおうかな。ちょっと待ってて。ついでに手も洗ってくる。痛い。ちょっと待ってて。鍵は見せちゃいけないからちょっと取るね。でもこれ これはお姉ちゃんとお揃いで買いました。色違いなんだけど、本当はこれじゃなくて3000円ぐらいするキーホルダーの方に惹かれてたら、別のところに安く似たようなやつが売ってたから買いました。待って、映るかも映っちゃうわ。映っちゃうからやめよう。一瞬だけ見せたい。でも映るかな。いや映る。ダメ、見せられなかったお部屋が映っちゃいそうだから見せられなかったけど、あのあれします、探して送ります。写真やめますね怖いけど、クマのキーホルダーであれなんですよ、キラキラしてる。可愛いキーホルダーも買いました。いつか見せるね。なんか工夫して。確かに事務所で撮影したらいけるかも。事務所でショールームするときに見せるね。今度。可愛いから。クマのキーホルダーを買いました。でもそれぐらいお土産買ったのは、私はお菓子ばっかり買っちゃった。クラボーさんありがとうございます。チチ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 。ありがとう。あとね、飲み物をたくさん買ってきたけど飲んじゃったからないです。飲み物3本ぐらいコンビニで買ったやつも持ってきました。うん、買ってきましたね。それぐらいかな。でも私はもうこれとかパックとかバッグとキーホルダーを買えただけで満足です。あんまり、欲しいって思ったものはいっぱいあったけど、なんか旅行、これは旅行の影響で買いたいって思ってるだけかって考えたりとかしてあんま買えなかったんですよね。流されちゃうじゃないですか。まあ、お菓子は自分の体栄養になるものだからまあいいとして、物とかってなんかその時の衝動とかで買っちゃうとあんまよろしくないかなと思って
本当に欲しいものだけを買った結果こうなりました。あんま爆買いとかはしなかったかな。もうお菓子は買ったんですけどねお菓子はたくさん買いました。だって食べたいもの多かったんだもん。お菓子で屋台でトッポギ食べました。屋台でトッポギ。でもね、韓国の本場のトッポギね、めっちゃもちもちしてて、で量めっちゃ入ってて、あ、私なんか串に刺さっ、あ、串に刺さってないわ、なんかこういう白い器に何個入ってたんだろう、いっぱい入ってたやつを買ったんですけど、500円ぐらいでいっぱい入ってて、めっちゃもちもちしてて、でもね辛くなかった、甘かった、甘じょっぱい感じのやつでめっちゃ美味しかったです。美味しかったな、うん、それぐらいで。夜ご飯はみんなメンバーとスタッフさん全員で、あ、サムギョプサルを食べたんですけど、サムギョプサルは人生で初めて食べました。私は食べたことなくて、今までサムギョプサルを食べて美味しかったです。なんかサムギョプサルってさ、お肉単体で食べるよりさ、サンチュ巻いて食べた方が美味しいんですね。サンチュ巻いて食べるのめっちゃ美味しかったです。生きたままのタコ食べるのはあったんですよ、メニューで。で食べてたコヒちゃんとか18キノコとか食べてたんですけど、私はちょっとちきっちゃいましたちょっとちきっちゃって食べてないです。そんな感じかな、うん、そんな感じでした。韓国欲しいものはいっぱいありました。なんか可愛いものばっかりで、なんか全部が可愛かったです。しかも美容、本当はそう、ファンの方にバニラコのリップが韓国でしか買えないよって言われて見に行ったんですけど、全色売り切れで買えなかったのは心残りでした。バニラコのリップ気になったな、韓国でしか買えないリップ、ファンの方が教えてくれたやつ気になったけど全部売り切れてたから、本当に人気だったと思う。そう、また行かないといけませんあとはね、今持ってる韓国の香水、なんかそれは確か何だったっけ、あれ展示会の時にもらったやつなんですけど、韓国の香水、日本で売ってない香水を展示会の時にもらって、めっちゃいい匂いだったから、それもう一個別の香り欲しいなと思ったんですけど、ちょっと嗅ぐ時間とかなくて、匂いを試す時間とか買えなかったので、それも次行った時買えたらいいなって思います。そんな感じかな。めっちゃ楽しかった。なんか最初さ、1時間半ぐらいしか観光する時間ないって言われてて、えっ、どこも行けない、何も買えないじゃんって思ってたけど、ご飯食べた後自由に行動していいよって言ってもらえて、そこで買い物たくさんできたので嬉しかったです。あと韓国のスタバ、イベント中にスタバ買ってきてくれて、スタッフさんが、その時に飲んだいちごヨーグルトみたいなスタバがめっちゃ美味しかったから、また韓国行った時スタバ入りたいなって思いました。でもさ、韓国でさ何するかとか全然予定立てていかなかったの、普通に何も考えずに行ったから、着いた時に、え、1時間半しかないんだけど、どこに行くかも決めてないし、今自分がどこにいるかも分かんないし、どこに何があるかも分かんないから、本当に何しようって思って、ウィバースでさ何したらいいかなって聞いたら、愛ちゃんが必死にね地図で調べてくれて、ちゃんと都会のところに行けました。行けましたね、ありがとう、おいちゃん助かった。そんな感じかな、韓国
このお話は。ファンミーティングは本当に楽しくて幸せな時間でした。韓国のファンの人ってさ、いつも来てもらってるか、多分直接会えない方とかも多いと思うんですけど、私たちから行けるのって嬉しいな、なんか来てもらってばっかりじゃなくて会いに行けるのとか嬉しいなって思ったし、ね、韓国のファンの方ね可愛くて、なんか多分さ、あんまりなかなか会えないからこそ、なんか自分の自分の推しにこう一生懸命愛を伝えてる姿とかが可愛くて、なんか幸せだなって思ったし、あとはねコールとかも頑張ってやってくれてるのが伝わって嬉しかったし、あとは全曲イベント中はもうずっと撮影可能だったんです。それもなんか新鮮で楽しかったし、なんか楽しかったです、すごく。うん、すごい楽しかったね。日本でもまあでもツアーは全曲可能なので、あの撮影イベント撮影が全曲可能、カメ戸籍の方は全曲可能なので、似たような感じかなと思って楽しみになりました。ツアーが4月20日に世の中の中で嬉しい人は私だったと思います。可愛い、そう言ってもらえて嬉しい。総勢インサイン楽しかったな、韓国のイベント。あと私は韓国のファンの方が私を呼ぶときにミジュミンっていうのがすごい好きですミジュミンって呼んでくれるんですけど、それがすごい好き、だからたくさん名前呼んでほしかったって思いました。なんか名前呼んでもらえるたびに可愛いって思って幸せになりました。これからもたくさん名前呼んでほしいな。みずみんたくさん呼んでね。こっちゃんも私を呼ぶとき10年してたから、多分韓国ではみずみんじゃなくてみじゅみんなんだと思う。こっちゃんもみじゅしん、なんだっけ、自己紹介、私のことを呼ぶときみじゅしまみたいに言ってた気がするから、多分みじゅみんが韓国での普通の呼び方なんだと思います。そう、韓国のファンの人たちねめっちゃ日本語上手なのからすごい、なんかすごいなって思ったし、私も次韓国行く時までにはもっとなんかこう日本語を話してもらうだけじゃなくて、私からも韓国語でお話できるくらいちょっと勉強していきたいなって思ったから、また韓国には行かなきゃいけないって思いました。韓国にはまた行きたいと思います。行かなきゃいけない、だから行けるように AKB の活動も頑張って、もっともっと盛り上げていけるように頑張って、韓国にまた AKB の活動として戻れるように頑張りたいなって思いました。なんか楽しかっただけじゃなくて、うん、また韓国にこう活動として行きたいってすごい思いましたね。だから皆さん待っててください、韓国の皆さん、そして日本で韓国行きたいって思ってくれてる皆さん、ぜひ行けるように頑張るので待っててくださいっていう感じですね。韓国でのお話は、宮城紹介できてよかった。あとね、私ねお金の計算できなくてね、韓国の店員さんにねお金全部見せてね取ってもらってた難しくて、いつもこうやって自分で出そうと思ってたの最初は、こうやって出したやつが全部違って難しかった。お金の計算ゼロ以下取ればいいだけなんだけど、
なんかやっぱりどうしてもこうやって自分から出すものはそのままのお金で出しちゃって、間違えちゃって、だからもう最後の方は韓国の店員さんが私のお財布から出してくれてた。でも途中そうなったけど、最後の最後はちゃんと出せました。小銭出せましたよ。小銭出せたからちょうどね30円くらいしかね残らなかったです。あとは全部使って、ちゃんと使い切って帰ってきました。だから残ったやつは全部募金してきた。最後空港でさ残り3000円くらいあったんですけど、どうしようかなって悩んでたら、悩んでたから観光地区人の店員さんに、その空港のこのお金を全部使い切って、ここのお菓子でこのお金全部使い切れる切れますかって聞いたら、これはこれはってやってくれて、こっちがいいとか、こっちだったらあとこれかこれかこれが買えるよって全部相談して、親身になって聞いてくれて、優しくて全部使い切りました、お金全部使い切ってきました。これ全部、このお金全部使い切りたいってやったら、それでこれを買いました。私がその時にこれと、これだったっけな、これとこれを買った気がする。その時にこれを買いました。だからお菓子が多くなったんですね、空港で。もともとはこんなにお菓子を買う予定はなかったんです。さあ、お菓子なら自分の栄養になるのでいくらくらいやっても大丈夫。韓国の空港を出たらさ、もう記者会見かっていうくらいフラッシュすごくて、カメラファンの方が待ってくれてて嬉しかったな。初めてあんなにフラッシュを浴びました。それは嘘か。でも空港を出たらたくさんのファンの方がこう手振ってくれたり喜んでくれてる姿を見てめっちゃ嬉しかったな。シテヤさんありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。たくさんいらっしゃいました。うん、私のファンの方もいらっしゃって、携帯の裏に私のあれ CD についてくるこういうちっちゃいさカードみたいなやつあるじゃないですか、あれを挟んでくれてる子がいたりとか、ミズミンって名前呼んでくれてる子とか、あとプレゼント持ってきてくださる方とかいらっしゃって嬉しかったな。ありがたいですね、こうやって。なんかちょっとだけ不安だったんです、韓国の私のファンの方来てくれるかなって思って不安だったんですけど、みんなあ何々さんだ何々さんだって思うくらい来てくれて嬉しかったです。会えました、韓国でちゃんといつもお話し会とか来てくれてる韓国のファンの方と会えて嬉しかったです。次は日本でのファンミもあるので、あ、アンさん、クマ、ありがとう。日本でのファンミも楽しみましょうね。次は何があるかな、なんかそのミニゲームみたいな企画も楽しいから、一回一回次は何の企画だろうって思ってワクワクしてます。
地方回れるの楽しみ。仙台、あとは仙台、大阪、福岡、それツアーあれそれツアー、ツアーとさファンミが全部混ざってしまっている。仙台、大阪、福岡も行くんで、行かないっけ。福岡はそれツアーか。それツアーか、仙台と大阪か、と楽しみです。仙台では絶対にずんだシェイクを飲むし、大阪では絶対にたこ焼きと、あと551をそろそろ食べたい。551いつも逃しちゃってるから、551を絶対に食べてきます。名古屋はツアーだよね。よかった、ツアーだった。そんな感じ、どんな感じだって、そんな感じでした。韓国楽しかったです。また戻れるように頑張ります。わっ59分。そんな感じでライブランキングを見ます。韓国でみずみず人気大爆発中、嬉しい。もっともっと嬉しい。頑張っていきます。韓国でもたくさんファンになってくれる方が多くなるように頑張ります。いきます。15位、アニーちゃんありがとうございます。14位、タケさんありがとうございます。13位、パンチョさんありがとうございます。12位、クリンピーさんありがとうございます。11位、ニシ君ありがとうございます。10位、オペラさんありがとうございます。9位、カンタロウさんありがとうございます。8位、これはジョータさんですかこれ読めない。ジョータさんですかね、韓国のファンの方、ジョータさんな気がするんだけど違う、ジョータさんだよね。ジョータさんありがとうございます。7位、ブルーさんありがとうございます。6位、ウルちゃんありがとうございます。5位、アンさんありがとうございます。4位、ステウさんありがとうございます。3位、ジュンさんありがとうございます。2位、みきちゃんありがとうございます。1位はサマーパレードさんサマーパレードさんありがとうございます。ということで今日は韓国のお土産紹介でした。次はショールームね、ちょっと長時間配信できるときにもうちゃんと、もうそろそろ本当に私は早くやりたいと思ってるんです。ちゃんとドボンのお礼配信を長時間できるときやりたいと思います。でもちょっと今フリーお越しとかたくさんいろいろ頑張ってるのでもうちょっとだけお待ちください。でも絶対に5月の初めの方にまでには絶対にするのでちょっと少々お待ちください。もう少しだけ、もうめっちゃ待たせてる。もう少しって言ってずめっちゃ何ヶ月も経っちゃってるんですけど、もう5月の初めの方にはしたいと思ってるので待っててください。もうあと配信できる時間を探すだけです。ということで明日は劇場公演、そこに未来はある公演なのでぜひ楽しみましょう。オンデマでもぜひ見てくれたら嬉しいです。ということでチョキしか出せなかったのでチョキです。今日も一日お疲れ様でした。明日はもう頑張りましょう。ではおやすみずみー、バイバーイ、切ります、バイバーイ。